ライド登板になりました三馬、立ち上がりです。これエラーもありまして満塁のピンチを背負います。立ち上がり2アウトを取って松田、この当たりが三遊間の真ん中を破っていきます。しぶとく三遊間を破った松田の2点タイムリー、ホークスが先制します。さあそのホークスですけれども今シーズンの初先発になりました。ホワシ、これ2回のピッチングをご覧いただいてますけれども、この回は先頭のペイナセンター前ヒットを許しますけれども、中川をダブルプレイ、結果3人で終えます。3回の表のホークス、この回も満塁のチャンスを作って今日先制タイムリーの松田、今度は右方向でした。2打席連続タイムリー、これで松田ここまで4打点ということになりました。さあそして4回の裏、イーグルスはこの人の一発が出ます。4番のペイニャが低めの球をライナーでスタンドまで持っていきました。今日はペイニャデー、そのペイニャデーに自ら祝砲で応えます。これで3点差になったんですけれども、三馬は5回ランナーを2人置いて4番の内川、この内川にレフト線へタイムリーツーベース、これでまたホークスのリードが4点となります。さあその裏のイーグルスです。6番の中川ヒットの後7番三好、もう少しでスタンドインかというところだったんですけども、これがフェンスダイレクトのタイムリーツーベースになりました。中川帰って5対2、3点差とします。しかし6回の表です。2番手武藤から、この回からマウンドに上がった武藤、ワンアウト3塁2塁で明石のこのセンターフライ、3塁ランナーがホームに帰ってきました。これでまたホークス4点のリードと変わります。さあゲームはそのまま8回です。この回2アウト2塁から3番の松井和夫、ライトへタイムリー、セカンドランナー牧田が入ってきて、これで3点差。この後ペイナフォアボールで満塁となって、そしてここで五十嵐マウンドです。最後はダックルカーブで後藤を三振に取りました。この回1点止まりということになりました。9回の表、イーグルスは5番手レイがマウンド上、そのレイ今日はちょっとリズムに乗れず満塁のピンチでイデホにレフトへ、これが犠牲フライとなりました。9回の表ホークスが1点追加点、7対3とします。最後はこのバリオスが出てきました。ホークスランナー1人イーグルスは出したんですけども、最後ライダーをウィーラーが三振でゲームセット。ホークスは今シーズン初登板のフォアジが初勝利をマークして、イーグルスの連敗がまた1つ伸びました。